しかしエルは自分が興味を持った事件にしか動かない傲慢な人物というじゃないか。その通りだ。それに我々からはコンタクトも取れない。エルはもう動いています。エルはすでにこの事件の捜査を始めています。渡り。渡り。エルとコンタクトを取れる唯一の男だ。もっとも渡りの正体も誰も知らない。お静かに願います。エルの声を今お聞かせします。どうした渡り。先ほど今までと少し違う心臓麻痺の被害者が出ました。今までと違う。現場に残された絵と文章の画像を送ります。頼む。エル。また遺書のようなものを書き残した犠牲者が出ました。画像を送ってくれ。渡り、刑務所から目を離さないよう警察に伝えてくれ。これからも何か書き残すものが出るかもしれない。わかりました。皆様お疲れ様です。この方が渡り。いつもの服装は。格好だと渡りですと言わんばかりですし、このホテルに龍崎がいるとバレてしまいますので。なるほど。こうして私の顔をお見せできるのも龍崎が皆さんを信用した証拠です。龍崎、言われたものをお持ちしました。皆さんにお渡しして。はい。皆さんの新しい警察手帳です。新しい。それではこのベルトを皆さんにつけていただきます。ベルト。バックルに通信機が埋め込まれています。これで皆さんの位置が龍崎にわかります。そしてバックルを2回押すと私の携帯が鳴ります。折り返しこちらから非通知ですがおかけします。朝はまず警察庁に出勤していただき、その後この方法で私にホテルとルームナンバーを確認していただきます。緊急時にも使ってください。誰かを尾行していたとしても、この不鮮明な映像からはそれを割り出すのは困難かと思われます。そして16時42分、ありがとうございます。そして16時42分、東京駅ホームにて死亡です。はい。はい、少々お待ちください。龍崎、警察庁の浮田さんが気になる一般情報の電話を今受けているとのことですが。では、5番の番号を向こうに教え、その情報者にそこにかけ直すようにと伝えてもらってください。渡り。盗聴器カメラモニターの設置にどれくらいかかる？明日以降であれば、両家の不在時間が分かればいつでも取り付けられます。龍崎。どうした、渡り。先ほど、今日9時のニュースで初めて報道された横領容疑の銀行員が取り調べ中に、そしてひったくり犯が留置場で、2人とも心臓麻痺で亡くなりました。このベルトしてちゃな。あれ？まだか。ここの警備に慣れてもらうしかありませんね。龍崎、あなたは捜査本部の方々に何かあった場合、例えば警察をクビになった場合でも、その者と家族が一生困らないだけの経済的援助をすることを最初に私に約束させた。なぜそのことを言って差し上げないのですか。余計なことは言うな、渡り。すみません。龍崎。どうした、渡り。探偵のエラルド・コイルのところにエルの正体を明かしてほしいという依頼が。エラルド・コイルといえば、エルに次ぐ名探偵と言われている男じゃないか。一体誰がそんな依頼を。依頼主は四つ葉グループ東京本社、ライツ企画部長、木田正彦と突き止めました。龍崎。どうした、渡り。松田さんがベルトで緊急サインを送ってきました。どこから？それがどうやら四つ葉の東京本社内からのようで。ヘリの操縦までできるとは思わなかったよ。伊崎勘です。仕方ありません。私たちも直接確保に移ります。渡り、用意はいいですか？はい。そこまでだ。誰も来るな。体感を見せず細心の注意を払って捕まえてください。渡り、樋口が少しでも妙な動きをしたら。はい、殺さぬ程度に動きを止めます。どうしました龍崎？ん？どうしたんだ？渡り、よくやってくれました。いえ。早速ですが、ノートを運ぶ手数を整えてください。はい。なんだ、停電？